はい、おはようございます。おはよう、こんにちは。今日は戸崎メンバーの倉庫にいきなり突撃ということでやってきました。さあ、この間だっけ、ティーダボからのセローがあります。ちょっと行ってみましょう。ちょっと階段を登った先のこの扉、あ、なんかすでに戸崎レーシングの貼ってある。これがまたすごいんです。突撃してみましょう。お、おるわ、おったわ。今日撮影するから。まだ一言も喋ってない。だからなんで来たんみたいな感じやもんな。ほら、戸崎レーシングの服がある。これおしゃれやんな、こういうの。てか綺麗、見て、めっちゃ綺麗、全部。僕の倉庫ぐらい綺麗な。急に来てもこんだけ綺麗やねんで。なあ。素晴らしい。全部バイクこかして帰ろう。いや、ほんま整理整頓がすごいねんけど。なあ。素晴らしい。うわ、めっちゃ守り、お前めちゃめちゃ守られてるやん。待って待って、めっちゃ守られると勝つ何に勝つの。ちょっと待って、なんかと戦ってんの。急に来てこの感じ、うちとは全然違うで。やばいなあ、最高やな。ワッシャーからボルトからお店やもん。え、これもう比較しよう、自分らの倉庫と。これ、はい、なんかお、ステッカー、ほら、お店屋さんやん。あ、すごい、貴重面やわ。ほら、もうヘルメットもつって、素晴らしい。ここら辺転がってないし、ここのスペースめっちゃええよ、もっと取って。うん、持って帰れ、いいよ、持って帰っていいよ。すげえいい。いろんなもんがありすぎる倉庫じゃないな、これ部屋やな。なんでガスケット釣っとんのか僕にはもう全く理解できへんけど、釣り型ガスケット。なんとなんとこれ、はい、川崎のバイク、はい、車種不明、うん、エンジン音聞きたいんやけど、あ、見て、上開いちゃってるから、あら、エンジン音も聞かせてもらえず、うん、なあ、うん、はい、ここにもタンクあるし、うん、うん、これはマフラーはまあ不明、うん、エンジンも不明、嘘、そんだけ、うん。っていうバイクやから、まあこうやってな、隠してあると思うんやけど、で動かさんと、まあこうやって部品取って生活していくようなやつで、はい、こっちも行くぞ、こっち来て、うん、バイク紹介していくから、はい、こっちはある程度もヤフオクで売れたから、うん、そう、 GT550 だった、うん、うん、名義は知らない人、うん、うん、っていうバイク、昭和のザント、ね、これあんまり走っとんの見たことない、うん、ないやろ、あんまりない、一回走行来たけど、本人向こうでなんかもう立ち組んでる。喋らない無言の男。渋いな、初めから無言やな、うん、まあ、見て GT550 のこの作り、うんうん、ほら、これ何か分かる？何これ？チョーク。こんなとこあんの？なあ。へー。エンジンであったり、あっこ、うん、あっこもそう。あれも、うん、今、半年ぐらい、うん、ベアリング交換にかかっとる。半年。ベアリング交換に半年かかっとるらしくて。うん。そうか。ほら見て。うん。これ
あのこれあんまり見えひんと思うで、うん、GT のエンジンの中身、うわーすごい、めかめかしいな。これはあんまり見ることないと思うわ、うん、人生で。まあ僕もあんまり見ることこれからもないやろな見ること、まあ、見たくもないし、うん、そう、まあ、これなかなかの組むめんどくさそうやけどな、すごいな、うん、でこれ、うん、はい、これはちょいちょい最近もずっと欲しいよな、うん、おしゃれなあ、うん、そう、これいろいろめっちゃセンスええよな僕、いや僕じゃないよセンスめっちゃええと思う、かわいい。よし、これの自慢せん、ない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 、これの自慢はありませんすごいよ、ないらしい、いろんなところめっちゃこだわっとると思う。なあ、こだわり、うん、あとこの風もなあの754とか言って、うん、なあ似合っとったけどいつの間にか外しとったオイルクーラーもなんか冬やから外したよ今言うとったけど、うん、まあいろいろ仕様変更していっきょみたいで、うん、頑張ってる。やけどこの3台で動くんこれだけっていうの今現在動くんこれだけ、うんうん、調子いいんこれは、これ調子いい。一回奈良で止まっとって、あーなあ、そう、これ奈良で止まって、うん、なあ、なんか置いて帰ってくるとかで、なあ、軽トラで積みに行くとか言ったけど、うん、迎えに行って、うん、後ろでおっちんして帰ってきた、うん、なあ、2時間ぐらい待っとったよな、うん、あ、蹴ったわ、かわいい、部品蹴ったやめて、すごい、なかなかでかいぞ、そういうもともとこれは LTD や、あ、もうこれつけた、あ、サイコロついてた、これもまたちゃうな、何種類かあるやろ、そう、まあ、ハンダもこれ買っとったの、いや、お前も君でつけたやあんなとこに置いてある、そう、あんなとこ置いてあるのが悪いAZ1000LTD、 うーん、ユッキャンと一緒、うん、なるほど、ユッキャンと一緒のやつを改造しとく、うん、でもリサこのさ、うん、ホイールの色とか結構好きやねんけど、なんかこの淡い感じ、うん、淡い、そのこのカメラでは伝わらんけど外で見たら淡い感じ、うん、かわいい。あとこれと他にハーレー、うんうん、ハーレー、おしゃれな、そう、あのハーレーめっちゃおしゃれなハーレー、多分一番価値あるよな、うん、この中で、うん、一番価値あるハーレー、あけど今何バッテリー上がりで修理に出しとんの、じゃあおかしいねあな見て、自分で GT の見て、うん、エンジンとかバラッバラして、うん、こうやって置いとくのに、うん、ハーレーバッテリー上がりだけで店に出すいや、バッテリーぐらい自分で買え、インチないんか、なんかここまでほらするやつ、うん、バッテリー交換でバイクへ出しといて意味わからん、はい、はい、ということで今回は、はい、うん、人の家に突撃、はい、という動画です、はい、はい、ありがとうございます。